はい。プロットシリーズの補足であります。もともとはフランスの MFA という方が3次元の立方体とか直方体と、まあ、電解とか磁界の方向みたいなのを、どうやって矢印とか四角、しかも等価で書くかというのから始まったシリーズであります。いうんで、等価の立方体、直方体に関しては、こう書けばいいよというのは、マスターのプロであるウェルナーが紹介してくれました。で、それを、マスター15のファイルなんで、プライム7に読み込んでみました。こんなデータを作ると、それを使って縦横高さ倍、倍率かけてやれば直方体ができるというので、本当はグラデーションのだったり、等価になったりするんですけども、プライムセブンでは塗りつぶすか線だけを描くかという、どっちかしかできないです。塗りつぶすためには四角錐を作って、その四角錐を塗りつぶすという作戦をやっていくと、こうなるというわけであります。したがって、まあ、塗りつぶす辺の色と点の色と、面の色ぐらいを調整できるというのは、このプロットでそれぞれできることであります。それで、マスカド15のファイルを読み込んだ瞬間だけはなぜか、こういう感じで各軸と中の点の位置が等価になって見える状態でありました。同じもんですけども、この等価になって見える状態のやつを、色を、今ネズミなんですけども、ちょっとこうやって書いてやると、書いた瞬間に再計算すると、この透過性はなくなってしまうと。いうんで、マスカド15のファイルを読み込んだ瞬間だけは、中の線を含む、こういう透過的な直方体が書けるみたいであります。で、このボックスの色が今、グレーなんですが、ちょっと変えてやると、その瞬間に、等価性はなくなると。いうことで、まあ、15までの読み込みができるようになってるので、そのバグみたいな、まあ、もんかなと思います。まあ、しかしこれが一応出せると。で、まあ、X 座標、Y 座標、Z 座標みたいなのが連れてきてるんです。スタックされとるので、点の色と、円の色と、面の色を2つに分けてやれば、変えて表示することができるよ、ということで、まあ、ここの、マスカド15のファイルも、こんな感じの絵を作るには役に立つと。それで、これのデータを2つのブロックにあったんで、上のブロックと下のブロックに分けて書くと、まあ、こんな感じで、何のことやらということで、立体になっていないので、この土地は濡れていないと。いったようなイメージです。まあ、正 N 角形の面だけとか、正 N 角形の胴体部分だけ、の塗りつぶし方は前の方のプロットになりますので、参考にしてください。はい、以上です。